本日のテーマは東京都知事選挙石丸真二候補165万得票の衝撃というテーマでお送りしたいと思います。まずは自己紹介からやっていきたいと思います。私は演習静岡県を中心に参議院補欠選挙実験動画、YouTube では2021年衆議院選挙、そして2022年参議院選挙、そして今年2024年 静岡県知事選挙などの選挙取材動画を撮ってまいりました。今回東京初挑戦になります。選挙中は小池市、石丸市、蓮舫市を撮ってまいりました。これまでの静岡での経験を踏まえて大都市東京での選挙分析に挑戦してまいりたいと思います。では本題に入ります。 私が尊敬する田中角栄先生はこう言いました。山頂のわずかな水脈が中空では川と同じ、河口に至ると大きく広がるように、選挙初日は下層部から始め、徐々に人口の多い地域に移動し、最終日には最も人口が集まる駅前などで演説が行うと良いという話ですね。また、一旦は勢いよいするという話もあります。 次の政治勢力、政治思想は全く中心部から離れた外縁部よりも生まれ、中心部、つまり都市に向かうとされております。石丸現象はこの二つの言葉が私にとって現実化したに過ぎないと見ています。まあ石丸さん自身が広島県の知事です。広島の小さな地方都市の市長でございますからね。では、川上で起こったことと、 異で起ここったたととからままず初めに見ていきたいと思いき思す私は2022年参議院議員選挙静岡選挙区の選挙動画を撮っていた時静岡市天竜区に足を運びました場所はこのような場所でございますここですね この辺も3000メーター級の山が結構あるところですね。ここも山勝ちの場所。も全体もそうですけれども。だいたい2000メーター、1000メーター級。この辺も私昔あのオートバイで走ったんですけど、ひどい目ついたりしたこともあったんですけどね。こういう山合いのところでございます。ここにはね、3000メーター級の山が迫っております。他人しか住む人が住めない、まあ山間地と、 呼ぶような地域ではないかなと思っております。三作碁で静岡県参議院選挙に立候補していた若林洋平先生の選挙動画を撮ろうとしていったのですが、まあ、時間に間に合わなかったんですね。動画は飛びすべりましたが、地元の方にいろいろと政治のことを聞いたら、ほぼ同じような答えが返ってきました。 私は木内先生を尊敬しているので若林先生に言えるが、木内先生が推薦しないなら自民党にも立憲にも入れないという声を多数の人から聞きました。そもそも木内先生は優勢選挙の時、死客片山さつきを送られて落選して4年間辻立ちを続け、そして改られた、私も尊敬する政治家の先生でございます。 その支援者ですら自民党との間に距離感を持っていることに衝撃を受けました。そして数日後、また天竜区で民主党から離党して無所属で参議院議員になった平山幸子さんの選挙演説を聞きに来ました。まあこういうところですね。2022年6月25日、参議院議員選挙、参議院議員平山幸子、 で、二また共同センターでの個人演説会ということです。ここでの自民党立憲批判はすごいものがありました。意見を集約すると、自民党はこの中山間地の生活を無茶苦茶にした。そして立憲に対しては、立憲は労働組合のことしか気にしていない。こういう中,中山間地の生活者のことは全く何も考えていない。この大政党や、 政党政治に対する不満の声が2022年の参議院選挙の時にアルプスの中の小さい村々の人々の間に充満しておりました。その時私はいつかこのような3000メンター級の山々が連なる異境からまたは川上から都市に大都市にこの声が届く日がいつかは来るだろうと思っておりました。まあ10年を想定していましたが私が想定していたより早く2年で届,届きました。 これがどの政党の指示も受けない石丸真司氏の登場であり、都知事選挙で巻き起こった石丸現象そのものではないかと思いました。さてまあ、この話は少し置いといてですね、これからですね、石丸真司氏の選挙演説の分析や得票の分析に入っていきたいと思います。まずサムネでございます。こんな感じでございますね。 ま、石丸さんかっこいいけれどですね、線が細い点が気になりました。存在感としてはありますが、普通の人の存在感で、それはそれで魅力はありますけど、やはり政治家としては大物の感はないし、知事、知事は行政のリーダーなので、それなりにふさわしい、どっしりとした感じはありませんでした。そして再生回数ですが97、978,1130ということで、 これを一概に比較することはできないと思います。レイフォー・イさんはライブ,ライブをやっ,てやっていたが、小池さんはやってなかった。YouTube のライバルたちが多い少ないも再生回数に影響があったかもしれません。しかし、私の動画レベルでは回数は小池さんより少なかったと思います。しかも、私は演説を聞いている限りワンパターンに聞こえました。ファーストペンギン、そして教育への投資、さらに、 秋高田市への子供が喜んでいるという話を何回も聞き、聞いて、気が来た感じでございました。どうしても理解できなかったのは、京都大学出身で、三菱 UFJ の中核にいた、いたならば、もっとバラエティのある演説ができるはずなのになぜできないのかと演説を聞くたびに何度も思いました。そうしたらやっぱりね、ということが起こりました。石丸さん、選挙特番でブチ切れ対応の ニュースが飛び込んできましたやはり話すと危険な人物だったということは選挙後出てきましたよく能無しの候補者が棒を出させないために台本を作ってその通り喋らせるという話があるが有能なるが故に暴言壁があり台本を掴んでと危険だったというのが石丸氏の本当の姿ではないかと思います選挙参謀の藤川さんあたりが書いたシナリオ通りに彼は動いてただけだということではないかと思います こういう違和感を感じるためにも有権者としてはやらなければならないことはやはり立ち会い演説をたくさん聞くことではないかと思います。いろいろな人の選挙演説をたくさん聞くと親と思う感覚を身につけられることになります。この動画を聞いて皆様にもお勧めしたいと思います。通勤通学の帰り時間、足を止めて選挙演説を聞き,聞き続けてほしいと思います。騙されても聞き続けてほしいと思います。 なぜ騙されたのかを検証するためにも聞き続けてほしいと思います。まあ、これには書かなかったんですけど、動画を撮ってもいいと思います。後で復習するためにもね。そうすれば、マスクミに騙されないで自分の意志で素晴らしい政治家を選ぶことができるようになります。私の動画を聞いていただいても良いと思います。なるべく公平な条件でノーカットで選挙演説を聞くことができると思います。もしが、もし時間がない、 体力がないときはぜひ私の動画を聞いてください。なるべく地元、静岡、浜松地域はもらしていきますので、今後ともよろしくお願いしたい、いたしたいと思います。では、先に進めていきたいと思います。では、特票であるが、まずはこの結果から見ていきたいと思います。黄色マーカーをつけたところがこれから使うところでございます。ちょっと重要視してみていただければと思います。 まず、2024年の土地選挙の結果でございますね。はい。小池百合子さん。291万8015票。石丸真二さん。165万8363票。投票率62.62% 62。 ま、この辺が重要なポイントですね。はい。2020年、土地選挙の結果ということで、ここで重要なのが、投票率55%、小池里子さん、366万1371票ということですね。ではですね、石丸さんの得票がどこから出てきたのか、 まあどっかを倍取ったのかっていうようなところの分析をしたいと思います。まあ自然に負け出したものかもしれませんけどね。まずはですね、2024年の各投票費屋の特徴と2020年の各投票者の得票の比較から見ていきたいと思います。前回の動画ですね、東京都知事選挙、蓮舫氏は本当に負けたのかで出てきた 山本八郎に入ってたと思われる、まあ、不動票、石丸慎治氏に逃げた得票が21万8166票。2024年と2020年の得票を比較して、公益予備しか取れなかった展開票が石丸氏に全部いったとしたら、74万3356票え。投票率が上がった分が、 仮に全部石丸市に行ったとしたら、63万7829票。合計が159万9351票。実際に取った票がですね、165万ですね、8363票ということですね。まだそれ以上、まあ10万票ぐらい。10万票までいかないかな。ほぼ誤差の範囲内かなというところですかね。まあ。 極端な仮説を立てて、全部は、石丸氏が行ったと仮説しても、まだ余りがあるということは、まあ今回のこの、異のある部分、変動部分とも言ってもいいんですけど、この9割近くが石丸関連に動いて、実質の消費者がですね、石丸氏であったということが、この、え計算でわかると思います。私もちょっとね、信じきれないんですけれども、まあ実際、そういう現象が、 怒ったとしないとちょっとまあ理屈言えないですね。あとまあ、あの、泡末候補から取った表っていうのもあるのですが、まあ、その辺あたりを含めてもちょっとなかなか説明しきれないものがあります。ここで重要なのは計算上減った表より石丸氏の方が多いということは、ほぼ小池、 礼法が減らした分は、石丸に行った後を仮定すべきだし、結論付けても間違いだと思う間違いないと思います。と、同時にあくまでも仮説であることも認識してください。精度は高いと私は思いますけどね。2020、まあこの前提でですね、2024年、石丸氏の影響で、2023年、小池氏が取った票、 366万1371票のうち74万3356票が逃げたと仮定すると20%は空気消しから逃げたと仮定しますさらに霊法氏は2020年宇都宮市と山本市の合計150万1428票から21万8166票が逃げたと仮定すると 14%逃げたと仮定します。よく霊法氏が石丸氏に対して目の敵にする話を聞きますが、実際のダメージは小池氏の方が多かったと見るべきじゃないかと思います。さらに小池氏の支持者のうち無党派の支持率に着目すると面白いことがわかります。2020年、支持政党別支持率。 これだと小池さんがかなり多くまあ取ってると、まあ、無党派のところでねまあこれやれたらまあまあまあ対象しちゃうわね。2024年石丸さん頑張ってほとんど五分五分に持ち込んだって形ですそれでもまあこの固定票を持ってる人がこんなに取るっていうのは普通の選挙ではないですねはい。 2020年、小池さんは無党派から50%支持を得た。2024年は30%になり、20%近く減らしました。小池さんの取れなかった前回票実質1丸流れたと仮定した七74万3356票の内訳でございます。1千一千1一千0 0 134万9278票が、これがまあ有権者の総数。0.6%投票率。無党派がで40%。小池栄子が前回より落とした無党派の比率が20%。57万7914票の不動票をですね、小池栄子さんから奪ったことになります。 逆に組織票は165,442票しか奪ってないことがわかります。そもそも東京の現職が今までの、今まで50%の不動票が行き過ぎて、まあ大体こう組織で取る人の平均が20から10と言われてるんですね。それでですね、さらに20%不動票を奪うとしたらですね、59以降しか234万、 101票。石丸氏がですね、223万6277票となり、まあもう僅差になってきました。まあこれでも小池さんの方がリードしてるんだけど、このレベルだともう選挙の奇数は見えなくなりましたね。小池氏を変えたいならば、自民党、公明党の支持者より無党派の支持者を奪い取る方が有効な戦略だということがわかると思います。さらに、 今回、投票率が55%から60%に上がりました。いかに選挙に行かない人が行くと、結果が変わる見本だと思います。ぜひ、選挙に行こうと言いたいと、言いたいと思います。さらに次の話題として、今回の石丸暴言騒動の真相は、実はどちらでも言えるという感じなんですよ。現場を見ると、そもそも暴言壁がある、 候補の癖を隠す戦略があったようにも見えます。ワンパターン演説ですね。しかし、選挙の数字分析から不動票を大量に持っている石丸氏を、既得権益を添えて、マスコミを使ってや、あの、こういう、やらせたというか、選挙特番でやらせたという結論も成り立つんですよ。今の時点は両方とも添えないの整合性を持つという結論にたどり着きました。 後の判断は視聴者にお任せしたいと思います。では最後になりますが、最初の話に戻りますが、2022年、南アルプスの地方のム々ムにたまった、鬱積した今の既存政党への不満が、2024年、川島に下り、石丸真二という名を借りて、モンスターのごとく、首都直下直下、東京を襲ったのが、 この石丸現象の正体だと私は見ております。だから一時的でもないし、これからの日本を変える流れになるだろうと私は見ております。ではご清聴ありがとうございました。終わります。